高橋さんが22歳になった時にどの企業に行くかっていう、今この時代に、この時代の企業で3社ほど挙げていただきたいなと。この時代か、はい、いろんな企業を、まあ、中に入ったわけじゃないですけど、うん、取材して見て思うのは、はい、面白いこと聞くけどちょっと真剣に考えていいですか。あ、もちろんです。じゃあ3位から言ってくか。はい、お願いします。3位はサイバーエージェントだな。おー、今のとこね、全員どの事業でもエンゲージメントがめちゃくちゃ高いじゃないですか。社員さんめちゃくちゃ働くじゃないですか、うん、皆さん。だって昨日も俺来たよ、渡辺さんから夜中の1時ぐらいに、はい、また僕今会社です笑みたいなどんだけ仕事好きなんだよ渡辺さんは働いてるように見えて結構パソコンでツイッターずっと見てる部分もあるんで帰るよツイッターとパソコン見て夜中1時まで会社員とか、はい、俺ほら新入社員で今日入社2日目とかだから、はい、自分が入ってる部署の説明みたいなあるじゃん、新入社員には、はい、スポンサーでどう儲けるかとかじゃなくて、面白くて見られるコンテンツをただ作ってくれみたいな説明を受けて、うん、それはテレビも一緒、うん、テレビもあんまりそのスポンサーとか考えなくていいし、うん、だそういう意味ではメディア面白いんだろうな。いやー確かに、一家って陽キャが多いからなそれは馴染めない感じするんだよな。だからちょっと今日も5階がね、はい、始まるのフロアだったけど、はい、10階のカフェで一人で仕事してて、はい、俺やっぱちょっと自意識過剰なとこもあるから、それでもやっぱ陽の空気に耐えれなくて、はい、テレカン用の一人がのボックスあ、これやってたんですね。それも家でやった方がいいかもしれないです。そうなんだよね、ちょっと近くまあ徐々にでも慣れますよね、その慣れたな、陽、はい、の空気に。あれ25の渡辺さんが、はい、あそこの部署だけは陰キャらしいんだよ。あ、それそれそこに、そこに逃げようかなと思って確かに。続いて2位お願いしてもいいですか。2位は、はい、今の時代だったら起業する。おお、うん、逆に2位が起業なんですね。2位起業、どういう感じで起業しますか。何でもいい、ビジネス作る経験って、はい、まあ、今回やってみて改めて思ったんですけど、うん、本当面白いですよね、うん、だってやっぱ全部自分で決められる経験って会社ではないじゃないですか。やってみて面白かったし、うん、で新卒ですよね。新卒リスク少ない。今だって3年目ぐらいまで第二新卒になりますねっていう制度は俺らの時なかったけど今あるし、はい、全然こう転職リスクもない、むしろキャリアアップになるし、うん、20ってリスクない、家庭もない方が多いだろうし、うん、もう一回新卒もいけるし、はい、3年超えてもまだ転職できるし、絶対起業だろうと思う。むしろ学生からしますか。学生の時は勉強するかな。あ、そうだね、だってもったいない、年100万払って、うん、あんな大学の授業1コマ社会人講座で取ったら10万とかするわけですよ。だからもう取り放題、かつ社会人になってから出会えない授業が多い。例えば早稲田だったら俺アイヌ語とか取ってたんですけど、はい、アイヌ語なんて社会人だったら取れないじゃないすごいですね。そう、社会人になったら絶対学べなくて、うん、しかも仮に学べたとしても高いこと多いし、施設も大学の図書館どこの大学もすごいし、うん、それは利用を尽くして、だって金払ってんだから、それは消費し尽くした方がいいと思う、うん、から学生の時はしないかな。本筋からちょっとずれちゃうんですけど、はい、今の高橋さんにとっての幸せは何なんですか。映像を作って残すってことなんですよね。まあ、だから消滅の恐怖を消してるだけで、やっぱ死ぬの怖いなベースで来てるんですよね。あ、でも死ぬの怖いと言いながら結構な生活を過ごしてる気もしますけど、だこれ裏腹なもんで死ぬのすごい怖いんだけど、うん、目の前の快楽から逃れられなくて今日米3杯食ってきましたから今日人間らしいな米3杯食っても死んでも残ってれば成長してんのかな。確かに2位が自分で起業するって言ってもね、じゃあ1位お聞きしてもいいですか。1位ね。はい、気になる。1位は、テレビ東京。うん。本当ですか、忖度とかなしで、うん、なし。俺、テレビ東京は、近年稀に見る非円満退社だと思ってるから、多分ね、そう、円満退社、円満退社。多分二度と仕事することはないぐらいの、できなくてもしょうがないぐらいの思いで辞めてるんですけど、うん、やっぱり経緯はあったし、はい、まあ、去るからにはいつまでもそこにこう甘えようとは思わないっていうか、うん、そこに依存する気はなくて、うん、ってか依存してたら変わんなくて、だったら社員でやることじゃんっていう、うん、確かに。何年間でした。18年間。そう、もう生まれてから高校卒業するまでって感じ。そうですよ、長っ。長いですよね。家族というか体の一部に染み込んでるみたいな。体に染み付いてるし、うん、まあ、全員社員の顔もほとんど分かるし、うん、うん、同じ釜の飯食った仲間じゃないですか、はい、で、まあ、その人間関係もあるしけど、はい、ゼロにしたとしてもテレビ東京だと思う、ね、うん、TBS よりフジテレビより日テレビよりテレビ東京なんですか。そうですね、まあ、いたからっていうのはでかいですよ。いた結果のことしか結局分かんないっていうのは事実だと思うんですよ、はい、だから今そのサイバー企業っていうとって全部自分経験したことから言うんだけど確かにでもねそれが大事だと思う。経験したことしか分かんないから、うん、でも俺が間違いないのは経験したその3つは素晴らしい経験であって、うん、テレビ東京に関しては本当にいい会社かな。その失敗が許されるし、うん、基本楽しい。だって俺がいる制作局なんです、いた制作局なんですけどね、人を楽しませるコンテンツを作ればいいっていう、うん、まあ、そのまあミッションが楽しいですよね、うん、だって
笑わせればいいとか、うん、喜んでもらえばいいってそれだけの話だって、うんうん、でそのために自分のスキルが磨ける、うんまあ、副業も比較的本は書けるし、うん、そういうのも全然止められないし、うん、でテレビマンって意味で言ってもタレント主体の番組少ないからディレクターがやっぱりこう活躍できるし、だからディレクターは結構みんな楽しくやってて全然今もないなぁ、テレビ東京は、まあ、たまたま今回きっかけで来たからやめただけで、うん、まあ、18年間いましたしね、うん、18年行って楽しかったし、うん、でもこのタイミングで転職&起業をしたっていうのは高橋さんの人生にとっても人生の軸としてもめちゃくちゃマッチするというか、そうね、そういう意味では良かったし、本当、はいまあ、ずるい生き方を選んだなと思うけど、はいまあ、ただそういう意味でテレビ東京はかなり主体的に動けるし、うん、なんか自由度高いんですよ。何やってもいいし、会社も行かなくても分からないし、うん、そういう意味で言うと、まあ、起業家みたいな働き方をコンテンツ周りでできる会社って意味で言うとテレ東は強いかもしれない。あ、確かに、うん、高橋さんの就活生になったら、うん、テレ東に1位テレ東、2位企業、3位サイバーエージェント。その通りだなと思いました。わかんない、適当なこと言ったごめんね。いやいやいや、あれめっちゃ参考になりました。取材に行ったとしてもあんまりいいもの聞けないとか、どういう風に事前に準備すればいいのか、先輩がいない状態で一人で試行錯誤してやっていかないといけないみたいです、うんうん、だからしんどい。俺でもちょっと違う気がしてて、人とかじゃなくて自分の、まあ、意識の問題だと思うんですよね。テレビ東京にいてスキルというよりもそのなんかマインドとかですごい学んだことは多かったですよ、うん、テレビ東京から。ちょっと待って、知ってる、うん、ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。